三色紙、三色紙とは、平安時代屈指の金書の名筆、古筆である、杉色紙、寸章暗色紙、正色紙の総称である。古来、三色紙は古筆中でも最高のものと言われ、色紙の三絶と称されている。ただし、三色紙の語が定着したのは、かなり遅く、昭和初期頃と推測される。色紙と呼ばれるが、元は、察し本で、 それが分割されて、色紙形になった。伝承筆者は、次色紙が、小野豆腐、寸章安色紙が、木つ雪、ゆ正式紙が、藤原光勢とされてきたが、今日では否定され、筆者は不明である。諸者年も未章であるが、次色紙が10世紀半ばから11世紀前半、寸章安色紙と、正式紙が11世紀後半とされている。10世紀半ばは、 かなが、総金から女でへ発展する頃で、杉色紙では総金が使われている。それから、藤原光勢や藤原道長の時代に、金書は、前世紀を迎え、高野切れなどが生まれた。寸昌安色紙と、正式紙はそれより少し後の陰世紀を迎える頃の、ものである。若一種が一枚の紙面に数行で書かれているが、各項の行頭の位置が違い。 行末の位置も一定しない。個々の行も、まっすぐには書かれておらず、行頭から行末にかけて、右下方向へ傾いている例がさわ。行間幅も不定で、比較的行間隔を揃えて書かれた、寸承案色紙でも、最終行が、前の行に寄り添うように接近する例がある。さらに開行にも法則性が見出せず、下部にまだ十分なスペースが残っているのに開行する、例。 歌の意味の流れや、語彙のまとまりに背いて開業される例などがある。正式詞においては、右から左へ行が進行した後、最後の行が書き始めの行より右に戻って書かれている。また、同じく、正式詞において、一度書いた行の上に、次の行を重ねて書いている例もある。中国東大を代表する、旧西宮霊仙名、孔子平等比、元統制教助などの作品は、 行頭、行末を揃え、左右の文字の位置を揃え、行をまっすぐに書いており、上述のチラシ書きと、いかに対照的な書字法であるかがわかる。源氏物語、末継花の巻の中で、手は、さすがに文字強、中さだの筋にて、上下等しく書いた参り。見るかひなう、うちを来たもう。 と、行の長さや高さを揃えて書いた手紙を時代遅れとしているように、十世紀後半には日常の手紙でもチラシ書きが使われていた。まっすぐに並んだものや大きさを揃えたものは統一感のある美をもたらす。それゆえ、文字の大きさを揃え、書き出しの位置を揃え、文字の間隔を揃え、まっすぐに一行を書き、行の間隔を揃えるために苦心する。ところが三色紙は、 その苦心をあざけ笑うかのように不揃いであり、一定しない。高村光太郎は、書の深淵の中で、私はまだ、一向の平安庁が長きの美に匹敵する、外国人の抽象的戦美を見たことがない。と、平安庁の、金書を絶賛しているが、なぜこのような不揃いの、金書が美しいと感じられるのだろうか。石川九葉は次のように述べている。戦後のいわゆる、 金書家が、チラシ書き、連綿めんのび、余白のび、濃淡のび等と、金書のびをモザイク的に分類しているが、ほとんど回答を得られない。それらの結果をもたらしたゆえんにまで遡らねば、ならないのだ。鈴木水賢は、寸章暗色紙について、戦場の味と連綿の妙は、個室中この右に出るものはない。まず線の強さが尋常でない。意の向こうところ、 筆の行くまま一気に書き流してはあるが、少しも、軽装のぬさに陥っていない。ただただ、軽服の外はない。首位と述べ、次色紙については、潜質、洗浄、連綿は、寸章案色紙に及ばないが、散らし方は独特で劣るとは思えない。都市、正式紙については、散らしの研究には、良い参考になるが、寸章案色紙、次色紙より劣る。 三色紙の中で、寸章湾色紙が最も優秀であるとしている。そして個室中、最も著名な高野切れ、第一種、第二種、第三種に対しては酷評しており、三色紙、特に寸章湾色紙の評価が極めて高いことがわかる。次色紙、次色紙は元で長宗の冊子本であったと考えられる。古今は歌集。 万葉集などの歌を紫、藍、赤、緑などに染めた鳥の子紙に書者したものである。和歌は、鉄蝶草層の糊代しろのない部分、すなわち二つ折りにした両師の内面のみに書者され、多くの場合、一種の歌の前半と後半を二様に渡って書者している。後に、原本の段階が軸に仕立てられたが、その際、原本では各歌の前半、 後半が二葉にわたって書写されていたものを、漁師中央の折り目で切断し、つなぎ合わせたため、段幹は結果として、色紙二枚を継いだ形となることから、次色紙の名がある。なお、二千四年に重要文化財に指定された一幅、吉野川は、未切断の漁師二葉、それぞれに上句と下の句を書す一つの軸に表層したもので、元の冊子本の面影を伝えている。 次色紙の名は、明治中期の古筆研究が、盛んになり始めてからのもので、江戸時代末期観光の古筆名誉集には、半主義でと記されている。うつほ物語に、男、手にもあらず、女、手にもあらずと記された総柄が、極めて自然な形で女でと、巧みに高揚され、また、悪、あ、えい、え、祈り、き、とも、く、いたす、ち、みかど、て、ろう、 呂など、後世の個室切れにはあまり見慣れない珍しい字母が使用されている。その書風は情感溢れた優美なもので、余白と点閣、行の間隔や傾き墨継ぎの妙など、心憎いばかりの空間処理で、実に見事なチラシである。このチラシ方の巧妙なことは、他の個室に匹敵するものがない。何の苦もなく、皇帝をつけ、 四から五行に書いているように見えながら、公共不沈、濃淡などのうまさがある。漢字的洋筆の残った、金は古坦の境地を成立せしめ、極めて拡張の高い作品である。明治三十九年、1 9百6年までは、石川県大正寺の前だけに十六種半の例本、完全でない本が伝えられ、この年に一種ずつに分割された。現在確認される。 杉色紙の和歌は、一種が、出展未章の他は、古今和歌集初集歌が27種、万葉集初集歌が6種の、計34種である。大きさは、縦 13.1cm から 13.3cm、横 25.0cm から 26.4cm。所蔵は、東京国立博物館、後島美術館、徳川美術館、畠山記念館、 雪美術館、伊豆尾美術館、藤田美術館、雫水美術館、永泉美術館、公設美術館、MOA 美術館、井出光美術館、2点所蔵。1点は、重要文化財、三井記念美術館ほか、書家文蔵。重要文化財指定物件は、以下の通り、内和職。寸昌案色紙、寸昌案色紙は、古今和歌集式の歌を抜き書きしたもので。 元で長査を察しであったが、分割され色紙形になった。織田信長の家臣で茶人の佐久間実る正る、元の茶室寸昌安に一部の段階が伝来したことからこの名がある。このいおは、黒田長政が建立回帰した大徳寺良行院の境内に築かれ、前提一面に小松を植えていたので寸昌安と名付けられた。元、 泉国南州寺の襖に三に36の段柑が貼られていたが、証言がそのうちの12枚を、光月総外を介して、カラスマ光広から入手し、1枚ごとにその回を、土佐光則に描かせた、金字洗面画を添えて、上に仕立てた。中国都来のカラー紙を用いており、色は白、薄花だ、王に、薄茶などで、いずれものの目が打たれ、文様も変化に飛んでいる。 この色紙が有名になった後、南州寺から動詞のものが出てきて、現在約四十枚あると言われている。一般的にはこれらすべてを、寸昇ン,ン色紙と呼んでいるが、最初の十二枚だけが、寸昇ン,ン色紙で、後のものは、寸昇ン,ン色紙と動詞のものと言うべきだと主張する、人もいる。色紙とその回を表した、洗面画が共に伝来するものは四例ある。そのうち、 2003年に重要文化財に指定された一応、下の盾は、色紙とその貝を表した、洗面画と同じ台紙に貼り、掛け服に表層したものである。書風は天霊工画。線は強く緩急時代の変化は見事で、古来、チラシ書きの絶品と言われる。チラシ方に大体二通りあり、一つは上下、または左右に二段に分けてチラしたもの、一つは四行。 または五行を、扇の骨のように上を広く、下を狭く描いている。校舎の散らし方は、寸章湾色紙独特のもので、素朴な自然さの中に何とも言えぬ落ち着きを見せている。大きさは、縦 12.9cm から 13.3cm、横 12.3cm から 12.8cm、所蔵は、個人が多く、東京国立博物館、野村美術館、 後藤美術館、畠山記念館、三井記念美術館、聖華堂文庫、前大区徳会、演山記念館、MOA 美術館、雪美術館、藤田美術館ほか、初家文蔵。重要文化財指定物件は、以下の通り、内和職、正式氏、松式氏は、元は、清原深谷部の歌集を所写した、冊子本であったが、後に分割され、現在は、 ほとんど掛物に改装されている。漁師のマスの形からこの名がある。漁師は、鷹のギレとほぼ同じ鳥の子の白紙、淡合紙、染紙、雲紙などを用いているが、すべて、キララが巻かれていて高画である。優雅遠礼な書風で、平安町の名にふさわしい趣きがある。文字は、炎天して滞るところがなく、個室の中でもも細く品の良い線が用いられ、 チラシの美しさも優れている。線が、ふっくらとして実に塩美な感じを与えるが、濃淡の変化の際だった、墨継ぎと太い線と細い線を絡ませてゆく技巧とが、この色紙に一段と精細を添えている。なお、歌行道の斜線、合点や、古などの書き入れは、藤原定家によるもので、かつては彼の所有品であったことがわかる。 大きさは、縦 13.7cm から 13.8cm、横 11.8cm、現存数はおよそ30点。こちらも個人像が多く、他に、東京国立博物館、三井記念美術館、畠山記念館、五島美,美術館、藤田美術館、雪美術館、白鶴美術館、小筆手鏡初衆、文化庁、小筆手鏡、仮金町、 重要文化財書集など、書家文像。平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた金書の名筆を個筆というが、その出発点となった平安時代の個筆は鎌倉以後のものとは書風が異なり区別される。この平安朝個筆を同筆、同系統で分類すると、発展期の個筆、男性的書風、完成期の個筆、古典主義的書風、 乱熟期の個筆、ロマン主義的諸風、移行期の個筆、個性的諸風と直接的諸風に分けることができる。その完成期までの個筆は特に上代様と称され、今日に至っても金子店の代表として多くの学書者の手本とされている。三色紙はこの上代様に属し、寸昇安色紙と正色紙は完成期に位置する。次色紙は、 発展期と完成期の中間に位置するが、ここでは、発展期に含める。10世紀末頃の書写と見られる、総柄の遺品であり、秋葉議長の系統に代表される。しかし、この頃すでに、稲葉国次会安支配加盟消息や、国造菩薩年樹肢大支配加盟消息など女で、女手の性を示す文書類が日常に書かれており、女手の前世紀といえる。このような時期に、 総仮名が用いられた理由について、筆跡研究家の渡辺清は、原本が総仮名であったため同じような書体で書者しか、あるいは少し改まった態度でやや古い書体を用いて、書写したということであろうか、と記している。いずれも総仮名による男性的な書である。総仮名と女での公用による、チラシ書きの遊品で、完成期に近い古端の書である。世紀半ばから、 後半の書者と考えられる完成期の個室は、金の典型ともいえ、優雅、天賀という言葉が当てはまり、激しさを表にすることがない。また、地形の変化も後の乱熟期の古書に比べて乏しいが、線に、そして連綿線に込められた、厳しさ、緊張感は抜群である。線の内に強さがこもっている。完成期の個室は四つの系統に分けられる。 高野切れの三つの系統と、赤と本古今週の系統である。赤と本古今週系統は、高野切れの書風より、抑揚、強弱、軽重等の変化、そして自由さを増した書風である。音楽で拡張高く、ゆったりとした書風。端正な地型で貴族の誇りを感じさせる。出力粘り強く、落ち着きある書風。力強く早調で高画な趣きがある。 軽快で明るく若々しい書風。私的明快で近代性に富む。しっかりとした線、粘り、立動感は共通する特徴である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。